移民保は、韓国の俳優。ソウル特別市出身。建国大学校映画芸術学科卒業。1987年、ソウル特別市に生まれる。兄弟は、姉がいる。子供の頃からサッカーがうまく、チャボム軍のサッカー教室でサッカーをやっていたが、小学校5年生の時に怪我を負い、サッカー選手としての道を諦める。俳優の、チョン・イルは、 高校時代の同級生で親友である。現在は、キム・ボムを入れた3人で、仲が良い。韓国のみならず海外でも高い人気を誇り、フォロワー数2242万人のインスタグラムを、はじめ、SNS のフォロワー数が2020年6月時点で、韓国俳優で1位を記録している。2003年、ドラマ、死者5入で、俳優デビュー。その後、ノンストップ 恋するレシピ、秘密の皇帝といったドラマに出演していくが、2006年、交通事故で重傷を負い1年間活動を休止する。2007年、復帰作となった SBS ドラマ、走れサバ、で、初主演を務め、知名度を上げていく。2009年に、KBS で制作されたドラマ、花より、団子、ボーイズ・オーバー・フラワーズ・デク・ジュンピョ役に大抜擢されると、 一役スターの座をつかむ。第45回百姓芸術大賞テレビ、部門男性新人演技賞を受賞した。2011年に主演した、シティ・ハンター・イン・ソウルがアジアで大ヒットし、花より団子とともに、ヨーロッパでも放映されると、フランスで行われた2011年最高の、韓国男性俳優を選ぶ投票で32人の男性俳優の中で1位となるなど、 海外での人気も高めていく。日本でも2012年、共同通信で発売している雑誌、もっと知りたい。韓国 TV ドラマで実施した最高の韓流スターを選ぶ投票で1位となった。2012年8月、中国、上海のマダム達走を人形館でロー人形が制作される。2013年、中国の第12回星名を体験授賞式で、 アジア最高人気賞を受賞した。2013年、主演した相続者たちも高視聴率を記録し、ブームを巻き起こす。2014年のイ、民保ドラマを中心に活躍し人気を集めていたが、2015年、映画、江南1970で映画初主演を務める。2016年1月25日、パシフィコ横浜でトークコンサート、ミニオスワールド。 ミニオースマンションマイナスを開催し、約1万人のファンが集まった。同年5月4日、ミムエンターテインメントに所属事務所を移籍したことを発表。ミムエンターテインメントは移民法の実施と、それまでの所属事務所、スターハウスエンターテインメントの代表が設立した新会社となる。同年、相続者のキム・ウンスクが脚本を担当した。 青い海の伝説で3年ぶりにテレビドラマに主演。最高視聴率は21%を記録した。2020年、兵役を経て、ザ・キング、永遠の君主で俳優復帰。ネットフリックスを通じて、世界190カ国で配信されると、アジアを中心に多くの国で視聴ランキング1位を獲得した。2006年、友人のチョにールと旅行中に車で移動していた際に、 飲酒運転の車がセンターラインを越えて正面衝突し、チョン・イルと共に重傷を負ってしまう。内ももと足首、右膝の軟骨の骨折により、全治7ヶ月の診断を受け、6ヶ月もの間入院し、2007年に復帰作として出演した、走れサバ。ではサッカーをしている、主人公の役だったが、鎮痛剤を飲みながら演じた。2009年に、 ソウルの病院で右太ももや膝に打ち込んだ固定器の除去手術を受けた。2011年、シティハンターインソウルの撮影中にも車両事故により救急搬送されたが、この時は大きな怪我はなかった。2006年の事故の怪我が原因で、兵役では長兵身体検査の判定により、軍務にはつかず、2017年5月から2019年4月まで、 社会服務要員として勤務した。2012年3月にモデルを務める家具ブランドと手を組み、制作、デザインした家具を発売し、3ヶ月間限定1000組だけ販売され、売上金は移民保とジャンギン家具の共同名前で社会福祉団体に寄付された。2013年ドラマ、相続者たちの中で移民保が着用した衣装数着が、 チャリティーオークションに出品され、収益金の全額が生活に困っている人への助け合い基金として寄付された。2014年からファンと一緒に様々な社会貢献活動を展開していく目的で寄付プラットフォームプリマイズを設立し飲料水不足で苦しんでいる子どもたちを助ける井戸プロジェクトや養子縁組待機児童のミルクを支援するプロジェクトなどファンと共に 様々なチャリティ活動を行っている。2020年3月、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、社会福祉共同募金会や韓国の児童協会など、計8カ所に3億本を寄付した。6月には、カカオトークの自身のキャラクタースタンプのザ・キング永遠の君主バージョンを発売し、販売収益金を、新型コロナウイルスなど国家的な災難のために、 全額寄付することを発表。さらに12月には、新型コロナで自宅で過ごす時間が増え、児童虐待の発生率が増加したことに伴い、虐待防止や、虐待被害者の心理治療や家族、関係改善プログラムの支援のため、参加者の児童保護専門機関に5000万ウォンを寄付した。ありがとうございます。